こんにちは。今日は XS を使って総柄の手ぬぐいを作りたいと思います。今回準備するものはこちら。スリマッカは XS サイズ、インクは台湾、素材になる手ぬぐいとマスキングテープ。まず手ぬぐいをなるべくシワのないように伸ばし、素材がずれないようにマスキングテープで固定していきます。手ぬぐいのような軽い素材はあらかじめマスキングテープなどで固定しておくと効率よく作業ができます。準備ができたら早速印刷していきます。インクをたっぷりと置き、片手で版を押さえながら印刷していきます。総柄を印刷する場合、大きな版で一度に印刷してしまうこともできます。このように小さい版であれば好きな位置に自由に印刷していくこともできます。2度目の印刷からインクは少量でも済みます。余っているインクをそのまま利用したり、足りなければ追加するようにしてください。デザインにフレームが当たってしまわない範囲でどんどんと印刷をしていき、一通り吸ったらドライヤーで乾燥させましょう。作業中に時間が空いてしまう場合は版が目詰まりを起こしてしまう可能性があります。濡れたウエスト、乾いたウエストを用意して版の裏からインクを拭き取っておきましょう。インクが乾燥したらまた同じように印刷を進めていきましょう。素材の端にデザインが飛び出すように印刷したい場合は紙などを敷いて印刷してみてください。この時紙と素材の間に段差が生まれるのでデザインが崩れてしまわないよう注意してください。何度も連続して印刷していく場合、インクのにじみやズレによって版の裏が汚れてしまっていることもあります。その場合も焦らず版の裏をきれいに拭き取っておくようにしてください。完成です。できました。皆さんもぜひやってみてください。